はい、どうもリトです。さあ、本日は岐阜県多治見市に来ております。今日はですね、お蕎麦屋のテントロさんに行ってきます。はい、よくね来るお蕎麦屋さんなんですけど、動画でもね2回ぐらい紹介しました。ここのお蕎麦が好きで、冷やしたぬき蕎麦をねよく食べに来るんですけども、まあ、この時期は温かい蕎麦、季節限定の蕎麦もあるということで気になって来ちゃいました。それでは向かいましょう。レッツゴー。はい、時刻は5時ということで、5時のチャイムが鳴ってますね。はい、珍しくね夕方に来ました。今日ね、夜多治見で用事があるので、この辺寄った時にどこで食べようかなって、探してた時に、あ、テントロさんあるじゃんということで、今日そば食いたいなと思って来ちゃいました。はい、テントロさん、そう、北海道産のね原そばを使用してるそうで、カツオと利尻昆布の出汁が効いた自慢の汁なので、ちょっと行ってきますね。あ、新そば始めたそうです。そう、メニューがね豊富です。いろいろ、いつもね冷やしたぬきそば食べるんですけど、今日ちょっと寒いのでね。あ、豆乳出汁そばいいですね。鶏天親子丼もある。11月末なので、多分ねこの動画出す頃には終わっちゃってるんですけども、気になるなこれ。はい、結局ねこの11月限定の豆乳だしそばにしました。季節限定のねそばがうまいんですよ。はい、今回豆乳だし和風ベースいいっすね。で、豚バラ肉、そして水菜と黒ごまを使っております。いいですね。あとね、丼物ねここのお店で食べたことなくて、まあ、せっかくなんでこのミニカツ丼頼んでみました。丼物もね結構豊富なんですよ。はい、さあ来ました。豆乳だしそばとミニカツ丼、めっちゃうまそう。いいですね、いいトロットロ具合です。いいね、この豚バラとおそばとこの水菜、最高の組み合わせです。このカツ丼もめっちゃうまそう。いただきます。この豆乳だしがねめっちゃうまい。お蕎麦に合います。うん、黒ごま入れた方がね個人的には好き、より美味しくなる。お次はカツ丼いただきます。うまっ。うまい蕎麦屋の丼物もね美味しいんすよね。最高っす。ごちそうさまでした。うまかった。いやー、美味しかったですね。もう外はね先ほどより暗くなりましたけども、はい、画質めっちゃ悪いですよね、すいません。テントロさんはね月ごとに限定メニューがございまして、11月は豆乳と豚肉のおそばということで、いや美味しかったですね。レギュラーメニュー化してもいいぐらい美味しかったです。豆乳だしのねそば、あんまり食ったことなかったんですけど、合いますね。はい、豆乳だしとそばって、ただね動画出す頃にはもうね11月終わってますけども、本当に季節ごとにねいろんなメニューがありますので、ぜひね皆さんも行ってみてください。僕のチャンネルはこのように岐阜のグルメ、岐阜のスポットを紹介しております。不定期更新なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では皆様、また次の動画でお会いしましょう。またねー。